科学的なボイストレーニングというのは、発声のメカニズムを理解し、はい、それに準拠していくというか、はいはいはい、それに乗っ取っていくというか、シンプルですね。はい、もうそれに尽きるわけですよ。いろいろ変えていきましょう。はーい。あーこの番組は今日のスポンサーの提供だ。プロプレスボール。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。先生、8時半ですよ、朝。朝のね。このテンション。もう YouTuber や。このテンションなんですよ。そう。これが YouTuber か。二人とも。よーし、頑張るぞ。ありがとうございます。マイスクリーム講師のデスノリンさん、マホーンと。はい、ボイスドクターのリーです。はい、今日もよろしくお願いします。ということで。今日は何をお話ししていくかと。はい。言いますとですね、発声のメカニズム。あー、来ましたね。そうです、いよいよ来ました。一番大事なやつ。そう、大事なやつなんですよ。一番ね、一番大事なんですよ、うん、もうこれのここね。そう基礎基礎基礎にして本質だから。いや本当にそうですよ。そうなんですよ、ね、ここが組み立ってないと。めちゃくちゃ大事なんだよ。大事ですよね。まあこれちなみに数年前にも一度ちょっと似たような内容を取ってるんですけども、まあ新たな情報とかもちょっと交えながら今日はそうアップデートしてお話ししていければなと思ってて、やっぱりここが本当おっしゃる通り、ここがないとその後の練習積み上がんないんですよね。ジェンガのここ一個しかなかったらもう上ダメじゃないですか。なるほど。ここがここ、ね、もうここ10個ぐらいに しとこうぜっていう今日お話なんで、うん、これ知っといてもらうだけで、正直練習の効率が段違いじゃないですか。もう全然違います。全然違うんですよ。これ知らずに、まあ。逆にね。うん。やることが怖い。恐怖。いや、みんなぜひこれはね、ちょっと理解してください。もう。うん。うん、間違いない。大事なことを喋るんで今日。そうですよね。はい、だからどういう風にしたら、声が出てるのかっていうところを、もう本質的に理解してもらえれば、それがこのその日々の練習として、繋がっていくと思いますんで、逆に言うとこう効率がそれで上がっていくと思いますので、ぜひ今日の動画、見逃さず最後までチェックしていただければと思っております。このチャンネルでは、日々発声関係のお話とか、あとリアクション動画とかね、取り扱っておりますので、まだチャンネル登録お済みでない方は、ぜひこの機会によろしくお願いします。はい。まあ、まずですね、はい、まあ、科学的なこのボイストレーニングって言った時に、あ、はいはい。まあ、いろいろ踏まえないといけないことがあるわけですけれども。なるほど、なるほど。まあ、そもそも何ぞやと。まあ、みんなね、うん、やる、どうせトレーニングするんだったら、うん、まあ、そういったいろいろなですね、うん、まあ、根拠に基づいてやりたいなって思ってる人も多いと思うんですけど。多いと思います。まあ、この情報社会ですから。そうです。まあ、いろいろな情報がこう、錯綜してますよね。錯綜してますよね。錯綜に錯綜を重ねてる。そうそうそう。間違いない。まあ、なんだけれど、うん、まあ、実はですね、もうこれは明らかで、はい、この科学的なボイストレーニングというのは、うん、発声のメカニズムを理解し、はい、それに準拠していくというかですね。はい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 。それに乗っ取っていくというか。シンプルですね。はい。もう、それに尽きるわけですよ。逆に言えば、うん、それ以外は科学的なボイストレーニングではないとも言えるわけですよ。そうですよね。はい。なので、うん、この発声のメカニズムに忠実にやっていくということが、うん、あの、皆さんの、いわゆるスキルアップっていう、はいはいはい、に大いに貢献してくれることになるというふうに思います。なるほどですね。はい、だからまあ、うん、いろんな科学があっちゃいけないってことですね。まあそうですね。要するに、科学っていうのがね、こう、科学チックみたいな、科学っぽさみたいな、そういうところと科学っていうのは、やっぱりこの、混同してしまうのかなっていうところがあるので、そうですね。まあ、要するに、例えばですよ、うん、これ別に、ボイストレーニングとか、はい、その、いわゆる、発声とかですね、はい、全く関係なくてもそうなんですけれども、うん、例えば、論文っていっぱいあるわけじゃないですか。そうですね。パパパパパパって論文っていっぱいあるんですけど、うん、あります。その論文を一個取ってきて、こうだっていうふうに議論してもあまり意味がないんですよ、うんうん。はいはい。あ、まあ、その論文を正しく理解するとですね、はい、その論文はきっとその、ちゃんとですね、構築された論文だと思われるわけですが、はいはいはい、僕らがその情報を取るときに大事なのは、はいはい、その、いわゆる歴史的な背景じゃないけれども、うん、その科学的な根拠がどのようにして積み重なってきたのかっていうところが大事なんです。背景を見るのが大事です、ね。そう。まあだから要するに、どの情報が一番その本質的なものなのかっていうものを理解することが大事なんです。一番厚みのある情報をちゃんと受け取らないといけない。その通り。で、これがですね、まあ発声に関して言うともう明らかで、これが発声のメカニズムなんですよ。そういうことですね。じゃあですね、そのメカニズムについて早速お話していくんですけど、はい、これでね、踏まえておかないといけない大切な理論2つね。お、理論2つある。はい。はい、はい。まあ、実はですね、まあ、僕が最初の、まあ、レッスンでね、はい、話すときには、あともう3つ理論言うんですけど、とりあえず、まあ今日は2つですけど、5理論あるんですか。まあ、5理論プラスアルファいろいろ。ドラゴンボールみたいですね。すごいっすね。そんな集めないといけないんだ。はい。ただですね、
まあ、これ、まず一つ目めちゃくちゃ重要な理論が、エアロダイナミックセオリーって言うんですよね。はい。エアロダイナミックセオリーって、まあ、これ正式に言うと、はい、そうですね、ムコビスコエラスティックとかいろいろ名前があるんですけど、まあ、このエアロダイナミックセオリーっていうところは、はい、まあ、とにかく、主軸に当たる、幹に当たる理論。なるほど、なるほど。はい、へぇ、そうなんですね。はい。で、まあ、この理論というのが、まあ、歴史的にですね、はい、まあ、この1900何年代かな、あれは、60年代、70年代に、いろいろ研究者が出てきましてですね。でね、二、はい、つ目が、はい、ソースフィルターセオリーって言うんですよ。はい。はい、これはですね、またもう、まあ、温泉先生が読んで言うと、これなしが取ったりしないけど、僕らソースフィルターセオリーの魚使えるわけないんで、はいはい、これをこう、いかに踏まえていこうかと。はいはいはい。これがですね、まあ、このまあ、大まかに言った。はい、ごめんなさい、これ横文字いっぱい言っても皆さんに伝わらないと思うし、はいはいはい、まあ、それをね、覚えることには実は何の意味もないんで、はいはいはい。はい、皆さんはね、こう、歌を上手くなりたいとか、うん、こう、声良くしたい、自分のね、思い通りの声出したいというかですね、うん、もうそういったことでね、これ多分見ていただいてるんじゃないかなというふうに思いますから、うん、まあ、これをですね、正しく理解していこうと。はい、まあ、これが大事になるわけですね。はいはいはい。なんで、これを噛み砕いて、まあ、ちょっと説明していく必要があるかなというふうに思います。お願いします。はい、ね、本当はね、はい、覚えた方がいいんでしょうけどね。そうですね。それでは、いはい、手始めに、手始めに、もうこれもう、超簡単なですね、なぞなぞです。やった、クイズ。はい、はい。やりましょう。はい、ぜひ。声は、どこから出てるでしょうかクイズです。おぉ、なるほど、はい。で、これ選択肢も2つ僕用意してますんで。おぉ、なるほど。はい。皆さんね、これね、こう、真剣にちょっと考えて、はい、よかったらコメントでね、どう選択したかとかも教えてほしいんですけど。ぜひ、そうですね。はい、お願いします。2つ、ね。丸1。おい。ね。口。口ね。口。はいはいはい。丸2。はい。お腹。お腹。うん、はいはいはい。はい、なるほど。うん、じゃあ、この丸1か丸2か。どっちかっていう。ちょっと皆さんちょっとぜひお考えいただいて、はい、余裕らな方コメントしてみていただいて。はい。この2択なんですか？この2択です。なるほどね。はいはいはい。で、これはですね、はい、とても実は大切なんですけど、はい、正解は、はい。丸1、うん、丸2、うん、共に不正解です。はい。離脱してます。すいません。ちょっと意地悪しまったんですけど。もう誰も見てない。すいません。すいません。実はね、これね、実はなんでこういう意地悪したかっていうと、はいはいはい。まあ正解はですね、まあ大体皆さんなんかこうね、想像ついたかもしれないですけど、はい、まあ、僕がね、生態の専門家なんで、正解は生態なんです。うん、はいはいはい、はい、はい。なんで、本当の正解は生態でした、うん。あれって思った人も多いかもしれないですね。で、これなんで僕が丸1か丸2かで、この分けたかっていうと、はいはい、まあ、ここにですね、うん、実はこの、落とし穴があるというか、発生の癖が隠れてることが多いんで、あ、いいっすね。丸1と選んだ派、丸2と選んだ派と、うん、まあ、こういったところで、うん、皆さんどっちだったかっていうところで、一旦フィルターというか、ね、ふるいにかけて、うん、そう。見ましたね。そう。うん、で、でですね。です。まあこれ、チェックしたいことがありまして。はい。まあ僕らですね、まあお医者さんは、その、あの、国家試験でですね。そうですね。国家試験で、まあお医者さんになるわけですけども、はい、その中にはですね、絶対に間違えてはいけない、禁忌死っていうのがあるんですよ。はい。はい。まあ、ドボン問題ね。禁忌死みたいな。はいはいはい。要は、間違えるともうダメだよ。その時点でブーブーって不合格になっちゃう、ね。もう命にかかったりするから。まあまあそうですね。だからまあそういった問題が僕ら用意されてるわけですけど、はいはいはい、これね、うん、実は、丸一。口って選んだ人は要注意なんですよ。もうお医者さんになれないですね。そう、あ、もうお医者さんにならないんですよ。ならないんですよ。なるほど。っていうのはですね、まあ、口から出るっていうことって、うん、まあ、三角ではあるんですよ、実はですね。うん、うん。あ、実際はそうですね。そう。まあ、うん、音声というか、声っていうのは口からその、放射されて、出てくるものですから、うん、まあ、なんていうのかな。完全な間違いではもちろんないんですよ。そうですね。ただその、発声を今後皆さん頑張っていきたいってなった時に、はい、うん、口から声が出るって捉えてしまうと、うん、コントロールできないところが多くなるんで。わかります。めちゃくちゃそうです、ね。なんで、なんならですね、はい、これもまあ、間違いなんですけど、お腹から出るって思った方が、うん、これ、コントロールできる幅が多くなるんですよね。まだマシなんですね。そういうのは、うん、その、口ってここじゃないですか。そうですね。で、口に、例えばマイクに音を乗っかることを考えると、はい、この、口からマイクのここって、絶対にコントロールできないんですよ、僕らって。うん、テレパシーです、ね。そう。これはもうなんか、この、超常能力なんですよ。これをコントロールできる。確かに確かに。というか、ね、口から声が出ると思って、うん、それを、声をコントロールしたいと思った時に、うんうんうん、その、ここをコントロールしようという意識が働いてしまうので。うんうんうん、なんで、めちゃくちゃわかります。そうなんですよ。なんで、口から出るって思っていかない方がいいんですよ。はいはい、まあ、実際に本当のコアな、うん、正解は正体なわけですから。そうですね。なんで、まあ、口から出るっていうのは、やはり、完全な正解ではないわけですけど。ここからこうなんだ。はい。とにかく、まあ、それはですね、この危険な考え方になるわけですね。なるほど。この発生者としては、ね。はいはいはい。で、まあ、もしお腹からっていうことであれば、まあ、お腹から声出ないんですけどね。はい。まあ、僕もね、前回多分言ったと思うんですけど、そうですね。お腹から声が出ると思うんだったら、お腹にマイク当てとくっていうね。まあ、そういうふうな感じでね、ちょっと乱暴気味に言ったかなっていうふうに思うんですけど。まあ、だけれども、まあ、お腹から声が出るという、あ、出るというね、うん、考え方をするのであれば、はいはい、コントロールできるのが自分の体になるので。まあ、なるほどね。ね、はい、この唇からこの、はい、お腹までの間ね。
まだこう。そう。だからやりようがあるわけですよ。そうですよね。はい。まだそっちの方が、まあ感覚的にはいいのかなっていうところで。じゃあ正解は、じゃあ声帯ということですね。そうなんですよ。これはおなじみのワードで、はい、ございます。そう。まあじゃあ、はい、この声帯がどうやって、その声を出していくかっていう、はい、これがですね、大事になるわけなんですけれども。はいはいはい。この声帯を中心に考えたときに、はい、声帯が、音を鳴らすためのエネルギー源があるんですよ。なるほど。まず声帯をその中心に添えて、はい、添えておいて。はいはい。はい、そして、その声帯が音を出すために、どうなるかと。で、これが先ほど言ったこの理論につながってくるわけなんですけれども、はい、それが答えが、まあ、いろんな言い方ある中で、息。そうですね。呼気。呼気なわけですよね。はい、いわゆる呼気っていうのが吐く息のことなわけですけれども、はい、呼気を利用して声帯が振動するわけです。はい。はい、ガソリンが必要です。そう。まあ、要するに、どんなにいい車を買って持ってたとしたって、ガソリン入れないと絶対に動かないんです。そうですね。うんうん、まあ、なので、そのガソリンに当たるわけですよね。はい。エネルギー源に当たるわけです。うん、はい。まあ、それはね、分かってる分かってるってね、はい、ね、視聴者の方でもね、まあ、もう、うん、コレクターのね、ノウハウをね、いっぱい知ってる方もいらっしゃると思うんです。そうですね、けれども、うんうん、これはですね、呼気っていうところで止まると、もったいないんですよ。はい、はい、はい。もったいない。というとですね、はい、まあ、この呼気をどう捉えるかっていうところ、これがですね、まあ、皆さんが発声者として、うん、この勉強していくときにとても大切なわけですね、はい。呼気何なのかっていう。そう。これが呼気圧なんです。はいはいはい。これ、呼気量って思ってる人が多い。そうなんですよね。多い。要するに、その息って量で捉えていこうっていうふうに、なってしまうと、うん、これがですね、肺活量を鍛えたらいいんだっていう風になってしまうんですよ、ね。出た肺活量、まあ。ね。イニシエのワードですね。そう。だから、まあ、そのね、呼気が大事なんだと。ね。じゃあ今からランニング行ってきますとかね。うわ、腹筋してきますとか、ね。そう。水泳頑張りますみたいな。まあまあ、いいんですよ。いいですよ。健康にいいと思うから。いいと思う。もうやれるんだったらやってほしいんですけど、うん。ただ、それが直結して、発声を、まあ、良くしてくれるかっていうと、実はそうなわけじゃないんですよ。発声の練習した方がいいですよ。それはそうなんですよ。その時間で。そう。そう。それはまあ本質じゃないわけですね。うんうん、この呼気を、どう捉えていくかというと、うん、呼気圧なわけです。はい、つまり、声帯がまあ、このレベルにあるわけです。はい。声帯をですね、うん、どういう圧で押していくかという。はい。はいはい、この声帯の下にある、はい、まあ、声門加圧っていうんですけれども、はい、この圧っていうところで呼気を捉えていくだけで、うん、これね、もうだいぶ違います。めちゃくちゃそうですね。もうね、この知識の出し入れだけで、うん、まあ、この発声というものは、もう何倍にもスキルアップする可能性を皆さんもね、こう持てると思うので、うん、なるほど、呼気だけじゃなくて、はい、この声帯にかかる圧なんだっていう、はい、こういう理解をね、してもらいたいなと。あ、間違いないですね。うん、これ聞いただけでこれ良くなっちゃった人いるわ、これ。言っちゃった。素晴らしい。はい。ありがとうございます。じゃあ、これがガソリンの、そうですね、パワーの源の話でございます。二つ出てきましたね、声帯。そしてそれが、うん、まあ、閉じているところに当たって振動して音声になりますと。はい。で、からの。からのですね。はい。まあ、これがですね、まあ、2個目の理論に当たるわけです。ソースフィルターセオリーっていう、はい。あ、さっきのやつも。はい。うわーってもうね、もうならないでもらっていいんですが、はい、これ横文字覚えるとね、皆さん何の意味もないので。はいはい。はい。これを本質的に理解してもらいたいんですけど、はい、これがですね、先ほど、呼気が声帯を振動させて、もう声帯で音が鳴っているんです。鳴ってます。はい。この声帯で鳴ったもの。ここが鳴ってます、はい、今。ね。はい。これはですね、うん、まだ音なんですよ、うん。これはね、声になりきってないわけです。はいはい。これを、いわゆる僕らの人の声に変えていく、はい、フィルターが存在するんですよ、はい。僕らのこの声帯で鳴った音を、はい、ここ鳴ってますよ。はい。僕らの声に変えてくれるために、あるフィルターがあるんですよ。はいはいはい。それがですね、共鳴区と呼ばれるものなんですね。はい。意外と、うん、馴染みのない人はいるかもしれないですね。うんうん、そのさっきのワードと比べると、声帯聞いたことあるかもしれない。なるほど、なるほど。呼気もまだいるかもしれない。うんうん、共鳴区ってなってる人はいるかも。なるほど。うん、共鳴はあるかもしれないですけど。そうなんですよね。これね、皆さんね、うん、うん、分かってる分かってる。共鳴でしょってね。違うんだよな。違うんだよ。だから、そうね、間違って理解しちゃうと、もう全く知識っていうのはもう、いや、何にも役に立たなくなっちゃうんで。あ、そうですね。うん、本当にそうそう。まあ、もちろん共鳴なんだけれど、はい、そのボイストレーニング界で理解されている共鳴というのは、胸の共鳴だとか、はい、この頭の共鳴だとかですね。はい、まあ、こういったところがありますので、はい、で、その共鳴がですね、まあ、実際にあるのかって言われると、これはまあ科学的にはないわけですが、おこれですね、そうなんだ、うん。この共鳴区って言われるところっていうのは、いわゆるこの、先ほど言ったこの口ですね、はい。口から声帯に当たるまでの、この空間なんですよ。はいはい。この筒なんですよ。空間。いわゆる管楽器の管なんですよ。はいはいはい。なるほどなるほど。はい。なので、この空間にさっき声帯で鳴らした音をどう
響かせていくのか、うん、どう共鳴させていくか、うん、これがですね僕らの声なわけですよね、うん、なるほど僕らの声をコントロールしていくというあ、まあ、行為に当たるわけです最後の仕上げの部分ですねその通りですなるほど、はい、でですね、まあ、じゃあ理論はですね、はい、まあ噛み砕いてじゃあ発声を落とし込んでいくとなった時にぜひまずね、はい、まとめますと、はい、呼気圧が声帯を振動させますよ、はい、そこで声帯の音は声帯は一旦音を鳴らすわけです。音がここで鳴ります。はい、そうですね。はい、そしてこの共鳴腔でですね、音が響いて、そして僕らの人の声になるわけですけれども、はい、まあ、この理論をですね、正しく理解することができれば、はい、声帯で鳴らした音を一定にしながら、うん、響き、いわゆる共鳴を変えて発声するということができる。なるほど。そして、まあ、それをですね、体感していただくことによって、この理論というのは、より深みを増してもらえると思うので、まずね、皆さん自分の耳で、うん、あ、こういう現象なんていうのを、実際に今日理解してもらいたいんですよ。はい、で、その理解のために、僕がデモンストレーションの発声をしますので、はい、これをですね、皆さん、聞いて、違和感がないようにしてもらいたいんですよ。はい、ああ、いいっすね。最初、って混乱するかもしれないですけど、はい、この原理を理解してもらうと、うん、ああ、それはそうだよね、っていうのがありますね。ああ、いいっすね、いいっすね。はい、それではですね、はい、C の4の音をちょっと叩いてもらっていいですか。ここでございます。はい、C の4です。で、これ母音のあで発生すると、はい、あーなわけですが、うんうん、これを解剖していくと、はい、今、呼気圧が声帯を振動させて、はい、そして、それによって、うん、母音あの空間に響いてあがなったわけです。なるほど。で、うん、じゃあですね、この声帯で鳴る音を一定にしながら、うん、この共鳴腔を変えてみますので、はい、その時にどういう変化になるのかというところを皆さん聞いてみてください。おーい。いろいろ変えていきましょう。はーい。あーい。おーすごいな。おーすごいな。いろいろな音が出たと思うんですけど。なったけど、ここは一緒なんですね。そう。すべてですね、これ、発声のメカニズムもちろん乗っ取ったわけなので、はい、頂上的な現象が起きたわけじゃないんです。そういうことですよね。はい、さっきのピラミッドの、そうなんです。ここが抑えられてれば、はい、この現象も理解できますよという、今日の話で理解できる。そういうこと。なので、今のを聞いたときに、うん、あ、なるほど、声帯の鳴りは一定だなっていう耳と、うん、あとは、共鳴腔をいろいろ僕が変化させたんで、デオンの声がね、いろいろな変化を、しかもそれが滑らかに、ね、取っていったんで、っていう風に思うことができれば、違和感なく思うようにできれば、皆さんもね、理解したということでいいかなと思います。これは繰り返し聞いてもらえれば。何度か聞いたらね、皆さんもね、理解できるようになるというか、だんだん違和感なくなると思うし、いいですね、なんならね、ご自身でも、チャレンジしてみてもいいかなという風に思うんで。ぜひぜひ。ということで、はい、久々にちょっとこの発声のメカニズム。はい。に関してのお話をさせていただいて、はい、いや、これをやっぱ知っとくだけで、うん、練習の質が、ぐん爆上がりすると思うんで。これは全然違うと思う。もう違うと思うんで、ちょっと今日の内容繰り返しちょっと、もう勉強だと思って、そうですね、ご覧いただいて、お役立ていただければと思います。はい、今日の動画良かったという方は、ぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録、リー先生のチャンネルやってるんで、はい、登録よろしくお願いします。はい、ということで、ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。